さあ続いて4月はフォーライフの第1回目の新人オーディションでグランプリを獲得したこの方のデビューシングルをタグロさんがプロデュースしました。白い雨が街中、これはいい曲だな。これはね、明日までにレコーディングしなきゃいけないっていうことが決まってね、明日までにっていうんで、で曲俺が書くっていうことになってて、前の晩ね、今でも忘れられないけどね、自宅のねリビングルームでね、一人ね、もう本当に夜中になってね、お酒を水割りを作りながら一瞬間目、本当にどうしてもフォーライフヒットさせなきゃいけない、新人の女の子でヒットさせなきゃいけない、でこの女の子にぴったりの詩を書かなきゃいけない、でもね、いろんなプレッシャーが全部あって、で明日までにやんなきゃいけない、明日までですか、それをさ前の晩に、今でも忘れないずっとこう水割りを作りながら、ちびちび飲みながら、あの通り過ぎるあなたが重なら、とかで詩書いたのを、朝になって、そうだな7、8時間かかったんだよ、朝になって朝5時頃からできたわけ、もうかなり酔ってんだよ、すごい酔っててできて、あの詩作りながら曲も作ったんだけど、できて通り過ぎるっていうところで、いけたなと思って、そのいけたなと思った時に朝気がついた頃に、うちは家庭不和だなっていう感じが思い出あったんだよ、俺んちじゃうまくいってねえなっていう、そういう感じがね、そんな思い出がね、そうなんだ、俺自分でね、つくづくね、こんなことしてる場合かな俺ちょっと家庭がうまくいってないまずは家庭だってそういうの深刻に考えたことあったな。川村優子、風になりたい、名曲、その後中野森バンドがカバーしましたね。あ、そうだったね、あれもよかったな、俺が風になりたかったんだな川村優子、この子はあのどうでした、新人オーディション、まあ癖がありすぎてさ、あの原田真二もそうだけどさ、フォーライフの新人たちって癖があるみたいな、それはだってメンバーがメンツがメンツだからね、作った人たち癖がある、陽水、泉谷、小室、吉田のところからデビューするんだからね、普通じゃないんだよみんな、癖がありすぎちゃって可愛くない、可愛くなかったね。俺は可愛い子が好きなわけよ。俺、木の内みどりとかさ、はい、好きなんだ。俺も大好き。お前な。俺も好き。ダメだって俺の内緒で。相撲だ、相撲。相撲で決着つけますからね。お前、俺の内緒で。なんでだろうな。今日、タコさんと気が合いますよ。気が合わないんだよ。おかしいな。ダメだよ。ダメだよ。木の内みどりとか、ね、それから、ハレンチ学園の小島みゆき。小島みゆきとか。ハレンチ学園。子供が好きだからさ。で、この時のオーディションは原田真二とか、あと、長門太鼓。太鼓ね、フォーライフの新人でしたもんね、で川村優子が最終的に、まあ、残ったというか5人目のフォーライフとしてね、そうですよね、出たんだよね。この時は川村優子どんな歌を歌ってたんですか。カバーカントリーみたいな曲やってたけど、あの元々はあのオーディションで聴いたテープは、はいはい、カントリーかな。これはレコード会社ってこういうのは昔からあるのかな、オーディションみたいな。やってると思う。それからいろんなその、無名の人のテープとかを今だってみんな一生懸命聞いてると思うよ。そうなんだ。あ、そうかそうか。あ、発掘ですもんね。発掘しなきゃいけないから。そうなんだ。うん、そういうネットは絶対必要だよ、レコード会社。原田真二はやっぱすごかったですか。ぶっ飛んだ。ぶっ飛んだ。最初に聞いた時に。詩とかはちょっとうまく言うな、あんまりうまくないの、まだ子供だったからね、はいはい、そのボーカル人としての声と、ピアノのうまさにびっくり飛んだね、すごいね、こいつ。で、顔見たら、写真見たら、かわいいじゃない、ね、これはもうすぐ売れると思ったよ。これ売れましたよ。売れるよ。すごいもん。これには勝てないと。これにはさすがの構えやつも勝てんだろう。何言ってんだ。そういうことがあったんだね。あったね。そうですね。